書類はもうよ。おや、こんなに早く証人が降りたのかい。九条鎌治が天領奉行を継いでから随分と効率が良くなったな。ところで鹿の院の詐欺防止劇場って一体何なんだ。詐欺防止活動だよ。人を雇って詐欺が題材の気軽に見られるお芝居を披露してもらい、人々に注意喚起するんだ。芝居詐欺は僕にとって大きな事件なんだよ。世界中を旅する君はお金に困った経験があまりないでしょ。でも本当に貧しい人たちにとってはお金をむしり取られるのは命を奪われるも同然なんだ。放っておくともっとひどい状況に発展する可能性もある。なるほど。でも芝居形式って本当にためになるのか。確かに犯罪を未然に防ぐことは発見するよりも難しい。でも犯罪防止は真相解明よりもやりがいのあることなんだ。多くの人が宣伝活動を見に来ると思うけど、実際に詐欺と出会う人はきっと少ない。詐欺師に遭遇しその手口を見抜くことができる人はもっと少ないだろうね。結局一人しかいなかったりして。でも僕の活動で詐欺を回避できる人が一人でも増えれば、その人のためだけにでもやる価値はあるんだ。じゃあオイラたちに任せろ。今日のオイラたちは詐欺防止使者、正義の味方だとりあえず役者が3人必要だ。詐欺師役が2人に被害者役が1人。詐欺師の2人はもう決まっているから、まずは一緒に鳴神大社に行こう。鳴神大社か。もしかして巫女を役者として雇いたいんじゃないか。あいつは演技が上手いからな君はどう思う。平蔵、どうしてここに。あら、それに旅人さん、もしかして宮司様に会いにいらっしゃったのですか。姉さん、用事がないと会いに来ちゃダメかな。あなたの悪巧みならお見通しですよ。旅人さんが宮司様を探しているわけでないなら、あなた越さんを探しているのね。さすが姉さんだ。呼んでくるから待っていてちょうだい。
ミコじゃないのか。がっかり。そりゃ僕ごときがあのお方を雇えるわけないだろ。次回は旅人が誘ってみろよ。こいつの誘いならいけるかも。ヘイゾーさん、あなたでしたか。ひどいですよ。もうずっと会いに来てくれていませんよね。義務労働の調子はどうだい。牢屋入りよりはマシだよね。ええ、私はうっかり詐欺事件に巻き込まれたために平蔵さんに捕まって牢屋に送られたんです。僕が捕まえたんじゃないよ。あら平蔵さん、ご自分のやったことを否定されるんですか。もう心が真冬の氷のように冷たくなってしまったのね。平蔵さんが証拠と所在を提供しなかったら同心なんかには捕まらなかったのに。平蔵さんに比べれば彼らなんて相手にする価値もありませんわ。じゃあお前は神社で何してるんだ。義務労働に決まっているでしょ。平蔵さんにあれだけ情報を提供したんですから、当然原型のお手伝いもしていただかないと。でも結局は何も変わりませんね。やっと牢獄を出たというのに葉っぱを吐いたり床を拭いたり、やっぱり労働しないといけない。もう私の手は繊細なのに。平蔵さんは本当に嘘つきですわ。君が事件解決に貢献したから義務労働に移してあげたんだよ。もし嫌なら牢屋に戻してあげてもいいけど、どうする？もう平蔵さんたら私の尻尾をちゃんと掴んでいらっしゃるんだから。まあそれはさておき、この前詐欺防止の活動について話しただろ。明日は君をゲストとして招きたいんだ。ざっと計算すると1回で5日分の労働を帳消しにできる。悪くないだろ。5日ごときじゃ足りませんわ。じゃあ5日がダメなら4日ね。1日減っているではありませんか。平蔵さん、3日。行きます、行きますから。もうこれ以上人の心を傷つけないでください。そういえばこちらの方もゲストなのですか。今日の平蔵さんは道理で私に冷たいわけね。新しいお供がいるなんて。みずみずしい小顔、とっても綺麗。思わず見とれてしまいます。エッツさん、もしまた僕の友達にちょっかいでも出したら、今後の義務労働をより充実させてあげるよ。冗談抜きでね。あら、すみません。私この方が平蔵さんのお友達とは知らなかったものですから。今わかったのなら遅くない。さ、準備しといて。活動の場所と時間を送るから、くれぐれも遅刻しないでよね。僕たちはそろそろもう一人に会いに行こう。城内にいるはずだ。イバジンさん、元気にしてた？よっほっほ、平蔵じゃないか。お前のおかげでわしはもっと長生きできそうだ。またそんなこと言って。なんじゃ、今日来たのもおそらくいいことなんかじゃないだろ。さすが、年を取っても頭の回転は健在だね。前回話した詐欺防止活動について考えてくれた？他のことなら喜んで手を貸すが、今回はダメだ。わしはもう71だぞ。そんな活動なんかで恥をさらしたくはないよ。ふん、いい給料なのに本当に行かなくていいの？孫の和美ちゃんは鎖国令廃止を機に旅行に行きたいと言ってるらしいね。今回の報酬をもらえればより思う存分楽しめるだろうにな。お前は情報通だな。
当時はあんなにでかい罰金を払ったが、いくらこのジジイでも孫の旅行代ぐらい払えるわ。お前は平蔵の同僚だな。まさかわしの話を聞いたことがないのか。伊庭爺さんは当時稲妻でもかなり有名で、彼の伊庭商会は今の万国商会と同じ、もしくはそれ以上の規模だったんだよ。やめてくれ。わしが調子に乗ってあの異国の商人の後について間違った道を選んでなければ、詐欺師などという罪名を得ることもなかった。幸い平蔵は年寄りや子供を大切にしてくれる。このわしのために国外換金を申請してくれた。そうでなければおそらく一生太陽を拝むことはできなかったじゃろうな。平蔵がそんなによくしてくれたんだから、お前も少しはお返ししてやれよ。こいつが善意でやったとでも思うのか。わしを外に置いた方が都合が良かっただけじゃ。新人のなら平蔵に聞いてみろ。これまで何度わしから情報を得たか。じいさん、そういう言い方はないでしょ。とにかくその活動とやらには残念だが力になれ。それは困るよ。みんなに詐欺防止の普及をする活動にじいさんが登場するってもうかずみちゃんに教えちゃったもん。みんなのためになるいいことだから見に来るって言ってたのに。どうしよう、かずみちゃんにはどう説明したらいいかな。じいさんが急に恥ずかしくなって登場する勇気がなくなったとか、当時の犯罪について全く反省していないって思われちゃうかもしれないね。困ったな。お前なぜまずわしに言わない。じいさんが引き受けてくれないなんて思ってなかったんだもん。お前ってやつはずる賢いところは親父にじゃな。引き受けてくれるんだ。そうするしかないじゃろ。こんな年寄りを相手によくも世知辛い世の中になったものじゃ。それならちょうどじいさんが世の中を良くする番だよ。じゃあ後で開催時間と場所を送るから忘れないで準備しておいてね。わかったわかった。さて残るは被害者役を一人探すだけだ。賢すぎちゃいけないんだ。一目で手口を見抜いてしまうと芝居が成り立たなくなるからね。賢くないやつって一人しか思いつかないぞ。ああ、彼なら知ってるよ。奉行所で何度か見かけたけどあまり話したことはないな。彼がどこにいるか知ってるのかい。おいら奉行所で花見坂の混成魔王って書類を見たぞ。あいつに違いない。きっと花見坂にいる。じゃあとりあえず花見坂付近を探してみようか。そうだ、相手は彼だから必ず参加を決めてもらえるようちょっと準備するよ。君たちは先に行っといて。小僧、この混成魔王の実力は大したもんだろう。お前の鬼カブトムシは遠慮なくもらうぞ。イット、こんなところで何やってるんだ。おお、パイモン、そして兄弟、たまげたぜ。何しに来たんだ。
けねえだろ。俺様はこいつらのオニカブトムシを預かってるだけだぜ。強くなってまた取り返しに来ればいいだけだ。負けちゃったけどいつかは勝つから。おう、骨のあるガキだな。次回もよろしくね。もうまったく。ん？詐欺対策？兄弟よ、それがなんだか知らねえが、お前が招待してくれるってんなら喜んで参加するぜ。だがちょうど明日の夜はオニカブトムシの大乱闘に参加する予定なんだ。優勝者すべてのオニカブトムシがもらえるんだぜ。見ての通り俺様の本性魔王は紛れもない優勝候補だから。はぁ、折りが悪かったな。そのオニカブトムシが一斉にかかってきたとしても、僕のこの一匹に勝てるかな。この写真を見てよ。なんだこいつは。なんでこんなにでけえんだ。この悪鬼みたいな模様、刀のような角、これが伝説の大王オニカブトムシなのか。これは活動に参加してくれる人へのささやかな感謝の気持ちだよ。もし参加してくれるなら、仕事が終わってからこれを君にあげる。本当か。こりゃ行くしかねえだろう。ちょっと待った。お前なんか見覚えがあるな。誰だ。それよりもあんなでっかいオニカブトムシが本当にいるのか。嘘ついてねえよな。もしかしてお前も明日の夜オニカブトムシ大乱闘に参加する選手なんか。こないだ俺様に負けたから優勝候補である俺様の混成魔王が参加しないように騙してオニカブトムシを全部勝ち去ろうっていう戦略か。俺様の言う通りなんだろう。お前のその計画全部お見通しだぜ。分かってないね。考えても見てよ。君の混成魔王が出場しないんだったら、僕が残りの小物に勝っても意味ないでしょ。確かにそうかもな。いや、すげえ理にかなってるぜ。この俺様すら思いつかなかった。すまなかった。俺様は誤解しまってた。ね、本当にこの人大丈夫なの。こいつで間違いない。ほら、お前が嘘をついていないかすぐに疑ってきただろう。じゃあ自己紹介させて。僕は鹿の院平蔵。君とは奉行所で何回か会ったことがあるよ。ん？おお、思い出したぜ。道理で見覚えがあると思った。お前は前回他人のオニカブトムシを奪って入ってきたやつだな。平蔵のあんちゃんよ、ちゃんとあいつに謝ったのか。男として勝ち負けは別として、ぼったくるマネなんざしちゃいけねえ。いいっと、こいつは奉行所で働いてるんだ。牢の中の人じゃない。はあ、記憶が乱れちまったようだ。お前を忘れるだなんて。今度こそ本当に思い出したぞ。お前は奉行所でスミレ売りを売ってたやつだな。スミレ売りを売ってた？そんなわけないだろ。いや、違いないぜ。牢屋の中で腹ペコになってたところ、このあんちゃんがただでスミレ売りをくれたんだ。本当にいいやつだぜ。確かにスミレ売りを送ったことがあるけど、それは久喜忍さんから頼まれたことで。なんだと。まさか忍が。平蔵なんちゃん、まさか本当にスミレ売り屋さんじゃなかったのか。まあそんなことはもういいよ。大事なのは僕が明日の活動の主催者ってことだ。もし活動に参加してくれたら、この写真のオニカブトムシを君にあげる。どうだい。いいと、乗ったぜ。ただその前にその写真をもう一度見せてくんねえか。一目でいい。
活動が終わったら好きなだけ見ていいよ。決まりだ。そんくらいの時間なら我慢できるぜ。平蔵なんちゃんよ、俺の方で何か準備する必要あるか？参加を決めた以上は適当に仕事するわけにはいかねえ。その活動てら俺様は責任を持って一仕事するぜ。なんだよ、その天から降ってきたかのような責任感は。明日の活動についてだけど、君には他の二人と一緒に詐欺防止に関する芝居をしてもらう。君は平常心でいればいいよ。手元にちょっとした台本があるから、まずは。台本？平蔵のあんちゃんは俺らあらたけ屋の舞台を見たことがねえんだな。安心しな、あらたけ屋の芝居にそんなもんは必要ない。待ってろよ、そのオニカブトムシに見合う演技を披露してやるぜ。台本もいらないのかい？それは楽しみだ。じゃあ明日の夜会場で会おう。ああ、また会おう。兄弟たちにも見に来るように言っておくぜ。もうそろそろだ。みんな準備できた？始まるよ。もう待ちくたびれましたわ、平蔵さん。はよ始めてくれ。大王オニカブトムシ、おとなしく俺様の凱旋を待っていろよ。さあ始まりますよ。芝居で学ぶ詐欺にご用心、鹿の院の詐欺防止劇場へようこそ。司会の平蔵です。今日はこの機会に詐欺について少しお話しさせていただきますね。詐欺防止のために経験豊富なゲストをお招きして、詐欺対策のちょっとした芝居を披露します。拍手でお迎えしましょう。エツさん、イバジーさん、荒滝イット。では早速芝居の始まりです。うららかに晴れたある日のこと、エツさんが年老いたイバじいさんを連れて事件の報告をしに奉行所へやってきました。慌てたエツさんを熱心に出迎えてくれたのは荒滝同心です。荒滝同心、助けてください。祖父がうっかり騙されてしまったんです。荒滝同心、俺のことか？台本を読んでいないせいか、荒滝同心は少し戸惑った様子で、あの有名なセリフを吐きました。俺は誰だと。あなたは荒滝同心、同心様なのですよ。
そうか、俺は同心役なんだな。わかったぜ、問題ない。姉ちゃんよ、誰がじいさんを騙したんだ。俺ら奉行所はお前のために正義を貫くぜ。わかりません。気づいた時はすでにお金を持ち去られ、小さな紙切れだけが残されていました。新滝同心は事態が単純でないことを悟り、顔をしかめながら相手の持ってきた紙切れを手に取って読み始めました。私は雷電将軍です。南十字戦隊に誘拐されてしまい、20万マラの身の代金が必要です。今すぐ荒島北方の海辺に用意してください。私が自由の身になれば、あなたを天領奉行の大将に任命します。将軍様じゃぞ、危ない目に遭わせちゃいかんだろうが。ああ、だがこんなもん一目で詐欺だとわかるだろう。20万もらって雷神の価値がこれっぽっちなわけないぜ。すべて30万もらったかだったら信用できたが。私も嘘だと思いますが、祖父はもうお金を渡してしまいました。じゃあ早く取り戻してこいよ、まだ間に合うか。取り戻しに行こうとしていた矢先に、祖父のところにまた紙切れが届いて。新滝同心はそれを手に取って読みました。私はひなです。写真集の出版のために資金調達をしております。緊急で30万もらい必要なので、ぜひ応援してください。ご送金いただいた方には限定のサイン入り本をプレゼントします。ひなさんか、一大事じゃ。ひなさんを困らせるわけにはいかない。そうだぜ。なあじいさんよ、30万もらで足りるか。足りなかったら俺も少し出すぞ。俺様も写真集が欲しい。いいよ、ひなさんの力になりたい。これは詐欺ですよ、新滝同心、しっかりしてください。そうだ、ひなさんがもし金に困ってるのなら真っ先に俺のことを思い出すはず。俺様はひなさんの大ファンだっていうのに、なんでこんなじいさんに。助けを求める相手は俺様だろ。しくしょう。それから祖父は送金して間もなくまた紙切れを受け取ったんです。新滝同心は紙切れを取って大声で読んだ。俺は新滝一途だ。最近はめられて投獄されちまって、50万もらの保釈金が必要になった。助けてくれ。出られたら新滝派全員を連れてお前の家までお礼に行くぜ。そいつも詐欺師じゃろ。50万もらも請求するとは、そんなやつは聞いたこともないわい。おい、これは詐欺に決まってるだろ。新滝一途はこの俺様だぞ。あなたが新滝一途ですが、名札が。新滝同心が越さんの目線を追い、胸にある名札を見ると、そこにははっきり新滝半途と書かれていました。うん、なんだこのくだり。俺様は俺様じゃなかったのか。でしたらこの保釈金。いや、俺様はそんなこと。いや、この新滝一途が何の罪もない人間に保釈金を要求することなんざ絶対にね。これを書いたやつは詐欺師だ。早く捕まえに。しかし新滝同心が義憤に駆られたその時、越さんの泣き声が彼の注意を引きました。越さん、俺が必ず犯人を捕まえてみせるから安心しな。犯人が捕まったとしても、騙し取られたお金は取り戻せないかもしれません。祖父の鬼カブトムシはどうなってしまうのでしょう。鬼カブトムシ？それがどうかしたか？祖父は村では有名な鬼カブトムシの養殖屋なんです。祖父の育てた鬼カブトムシは大きくて強いので、買いに来る人がとても多くて、最近は大きな受注があったのですが、養殖場の広さが足りなかったので広げようと思っていた矢先にお金が取られてしまって。契約書は締結済みですし、納期に間に合わなければ祖父は多額の賠償金を支払わなければなりません。
私たちはどうすればいいのでしょう。これが泣き面に蜂ってやつか。孫よ、心配するな。俺は先祖代々の家を売ってでもこの穴を埋めてみせるぞ。そしたらどこに住むんですか。あらたき同心様、どうか助けてください。必要なのは奪われた50万モラなんです。貸していただくのでも構いません。祖父の商売は順調です。お金を出してくれるなら今回を乗り切れさえすれば私は喜んで。そんなこと言うな。俺様は公職についてるんだぞ。そんな人の足元を見ることはしねえ。私は喜んでオニカブトムシ養殖基地の所有権を一部お譲りします。そんなことかよ。別に魅力的でもねえが。ん？オニカブトムシの養殖基地か。何匹ぐらいいんだ。ま、100匹超えるぐらいいりゃ。1万匹じゃ。なんだ、1万匹だと。そんな数見たことも聞いたこともないぜ。どうか助けてください。なんとかしてくださったらオニカブトムシ1万匹を差し上げます。オニカブトムシ1万匹飼っておけば幼虫を産んで、そんでその幼虫がさらに幼虫を産む。新たき同心は突然襲いかかってきた幸福に包まれ、桃色の微笑みを浮かべました。彼の選択はいかに。エツさんよ、俺様は決めたぜ。その事件解決してやるよ。だが1万匹は多すぎるな。1000匹いや500匹で十分だぜ。天領奉行の同心として困ってる奴を助けるのが俺様の役割だ。こんな時にうまい汁を吸うわけにはいかねえ。新滝様、あなたは素晴らしいお方です。威厳があってかっこよく、並々ならぬ正義感、他の人とは全く違います。そんなの当たり前だろうが。さて、解決すべきことは残り一つのみだ。他にどうかされましたか。問題は俺様の金がどこにあるかだ。平蔵のあんちゃんよ、芝居の中の俺様の給料はどんな感じだ。告げる家業とかはないのか。要するに50万もらって払えるのかよ。新滝同心は少女に懇願されながらも必死で冷静さを保ちました。そしてあの有名なセリフを吐きました。俺の金はどこだと。そして突然、小袋から今日支給されたばかりの給料の小切手を取り出すと、そこに書かれていた金額はまさに50万モラでした。おお、たまげた。俺様の運が良かったのか。まさに神の引きだぜ。今日が俺の給料日だったとはな。エツさん、この50万モラを受け取ってくれ。本当にありがとうございます。新滝様、どうされました。状況にかすかな変化があったのは、新滝が小切手を渡そうとしたその瞬間でした。なんと彼は小切手の片方を2本の指で強く挟んでいたのです。手を離していれば小切手はエツさんの元へ行っていたでしょう。しかし彼は手放さなかったのです。新滝様、話してください。待てよ、なんだか妙だぞ。新滝同心は迷っているようです。何を疑っているのでしょう。果たして彼は肝心なところに気づくことができるのでしょうか。おい、エツさんよ、これって詐欺防止のための芝居なんだよな。え？新滝同心の直感がきらめきました。詐欺防止ってんなら一つ質問がある。彼はあの有名な質問をしようとしているのでしょうか。つまりだな。来ますよ、皆さんとくとご覧あれ。おー、
同心の給料ってそんなに高いもんなのか。50万もらもあれば雷神を救えて、ひなさんの写真集も出版できる。そんなこと全部同心の給料でできることなのかよ。おかしいぜ。おい兄弟よ、俺様はもしかして騙されてんのか。場外に質問するなんて反則だぞ。平蔵、そうだよな。これはまさに直感のきらめきです。彼の直感はまだ諦めてはいない。直感で自らを救おうとしているのです。旅人、この泥沼にはまったかわいそうな人を助けるかい。心の声を聞くか。そうだよな、同心の給料が50万もらあるなんてありえないもんな。かわいそうな被害者であるエツさんとイバじいさんは同心の俺様のところに助けを求めてきたが、俺様は明らかに不合理な50万もらを出してきた。残る可能性は一つ、この50万もらの小切手は偽物だ。詐欺師はこの俺様だったのか。この50万もらの偽小切手を使って、俺様は危うく2人の鬼カブトムシ1万匹を騙し取るところだった。くそー、なんて意地の悪い流れなんだ。主人公こそが真犯人だったとは。エツさん、こんな偽物の小切手は渡せねえ。本物の50万もらを手に入れられるように頑張るから安心してくれ。結局自分の心の声に耳を澄ませた新たき同心は、意外な形で詐欺に騙される結末を免れることになります。しかし残念、彼は肝心な問題を見逃しています。果たして天から鬼カブトムシは降ってくるものでしょうか。皆さん、空から鬼カブトムシが降ってくることはありますか。モラが降ってくることはあるでしょうか。それともそのようなことはありえませんか。鹿の院の詐欺防止劇場をご観覧いただきありがとうございました。ちょっとした利益をむさぼることなく冷静に判断すれば騙されることはありません。それではまた次回お会いしましょう。待てよ、平蔵なんじゃん。さっきの詐欺られるのを免れたってどういう意味だ。俺が詐欺師じゃなかったのか。台本をよく読んでないのが悪いんだぞ。詐欺師はエツとイバ、お前は騙される方だ。な、この俺様が騙されただと。くそ、そんな事実受け止められねえ。でも結果的にはお金を守れたし、詐欺師も思惑通りにはいかなかったじゃない。それは単に運が良かっただけだ。結局俺様は騙されたんだ。別に初めて騙されたわけでもないだろう。今回はあんなに卑劣な手口に引っかかったんだぞ。打撃が半端ないぜ。その手口が未だに使われているのには理由がある。軽蔑していると損するよ。だがそんな安っぽい手口で騙されてたらどうやって兄弟たちを守るんだよ。ほら、もう自分を責めるのはやめなよ。そういえば今日は僕ですら騙されたんだよ。これで少しは気が楽になった。平蔵のあんちゃんも騙された。
ありえないぜ。そんなことをでっち上げてまで俺を慰めなくてもいいんだぜ。本当だよ。僕が事前に用意した報酬を見てみてよ。こいつなんか動かねえぞ。そうなんだ。お恥ずかしいことにこれはただの作り物だったんだよね。はあ？作り物って偽物？そう、僕のせいなんだ。売り手の広告詐欺に気づかなかった。道端の鬼カブトムシ屋さんに騙されるなんて僕は本当にバカだよ。お前本当に騙されたのか？そうか。欲しかった鬼カブトムシは手に入らなかったが、平蔵なんちゃんも騙されたと知ってなぜか急に気分が良くなってきたぜ。俺様の知恵は平蔵のあんちゃんに匹敵するってことか。思っていたよりバカじゃなかったみてえだな。冗談よ。今や俺たち3人の中で騙されていないのはお前だけになったぜ。だがそれは俺たちがバカってよりも詐欺師が狡猾すぎたんだ。お前も油断するだよ。俺様と平蔵なんちゃんが騙され共に成長できた証としてこの作り物をお前にやる。今後はこれを見て今日の詐欺師がいかに狡猾だったか思い出してくれ。気を抜かず絶対詐欺なんかに会わないようにしろよな。絶対に騙されないようにね。もうそろそろだ。みんな準備できた？始まるよ。もう待ちくたびれましたわ、平蔵さん。はよは大王鬼。さあ始まりますよ。今日はこの機会に詐欺防止の拍手でエツさん、イバジー、アラタキイ。ではさすうららかに晴れたある日のこと、エツさんが年老い、荒滝同士、荒滝、うん、あなたは、あ、そうか、姉ちゃんよ、わかりません。気づいた時はすでにお金、荒滝同士、私は将軍様、ああ私もじゃあ早く取り戻しに行こう。荒滝同士は、私はひなさ、そうだぜ。なあじいさんよ、30万もらで足りるか？足りなかったら俺も少し出すぞ。これは詐欺ですよ、荒滝ど、そうだ、ひなさんがもし金に困ってるのなら真っ先に俺のことを思い出すはず。俺様はひなさんの助けを求め、それから荒滝同士、俺は荒滝一途だ。最近はめられて投獄されちまって50万もらの保釈金が必要になった。助けてくれ。そいつもおい、荒滝同士、うん、でしたら、いや俺様そんなことは、しかし、うん、エツさん、俺が必ず
犯人を犯人が捕まった鬼カブトムシ祖父は最近は大きな受注があったのですが養殖場の広さが足りなかったので広げようと思っていた矢先にお金が取られてしまって契約書は締結済みですし納期に間に合わなければ祖父は多額の賠償金を支払わなければなりません。私たちはどうすればいいのでしょう。これが泣き面に蜂ってやつか。孫よ心配するな。俺は先祖代々の家を売ってでもこの穴を埋めてみせるぞ。そしたらどあらたきどうし祖父の商売。そんなこと私は喜ぶ。そんなことかよ。別に魅力的でもねえが。え？オニカブトムシの養殖な、なんだ。どうかたす。オニカブトムシ。あらたき同心。エツさんよ。俺様は決めたぜ。その事件解決してやるよ。だが1万匹は多すぎるな。1000匹いや500匹で十分だぜ。天領奉行の同心。あらたき様。あ他に。問題は俺様の金がどこ。平蔵のあんちゃん。あ、そして突然。おお、たまげた。今日が俺本当に状況にかつ手を離して新滝様。待てよ新滝同士。おい、え新滝同詐欺防止。彼はあのつまりだな。来ますよ。同心の給料ってそんなにた50万もらもあればおかしいぜ。場外に。これはまさに旅人。あ、エツとイバ。そうか、お前らグルになって俺を騙したんだな。弱い女と老人のふりをして俺の同情を買い劣悪な手口で気を引いたんだろう。そして最後に大きな雨で俺を落とすとは。ちくしょう、鬼カブトムシが空から降ってくるわけがなかったか。しかも1万匹も。ありえねえことだな。絶対に嘘だろ。同心をも騙しやがるなんて。二人とも奉行所に連れてって罪を吐かせてやる。結局新滝は直感そして場外からの助けによって騙される結末を避けることに成功しました。そして最後に残る疑問を正確に捉えました。果たして空から鬼カブトムシが降ってくることはあるのでしょうか。皆さん、空から鬼カブトムシが降ってくることはありますか。モラが降ってくることはあるでしょうか。それともそのようなことはありえませんか。芝居で学ぶ詐欺にご用心、鹿の院の詐欺防止劇場をご観覧いただきありがとうございました。今後も警戒を怠らないでくださいね。ではまたお会いしましょう。どうだ俺様の実力は。台本がなくても全く問題なかったろ。あの二人もこの俺様を騙そうなんざ100年早い。おい、こいつが注意してやったおかげだろ。そうじゃなかったらとっくにお金を渡していたぞ。当然こいつにも感謝するぞ。あれはちょうどいいタイミングだったぜ。だが実はずっと前からおかしいと気づいてたんだ。奴らの詐欺を解き明かすのは時間の問題だったぜ。あんな時代遅れの手口信じる奴がいるのかよ。そうだね、こんな時代遅れの詐欺が蔓延し続ける理由、それは詐欺師が理想的な被害者を選別するからだよ。時代遅れの人、単純な人、世間から取り残された人、知的な問題のある人、そういう人たちは僕たちには関わりがないだけでそれぞれ自分の人生を生きている。1万匹の魚が大きな網から逃れても1匹の小さなエビが網に残ればそれは僕たちの負けになる。絶対に負けやしねえ。俺様が周りの奴らを守ってみせる。今日の芝居でも俺様の賢さを証明できただろう。過大な自信はあまり良くないけどね。はい、君への報酬だよ、受け取って。それを待っていた。大王鬼カブトムシゲットだぜ。おお、
この角、この模様。ん？平蔵なんじゃよ。こいつどうして動かねえんだ？おい、動けよ。くたばってんじゃないか？これは作り物だから動かないよ。なーに？作り物って偽物？あれ、驚いてるみたいだね。もしかして本物のオニカブトムシだと思った？冗談でしょ。君ならあの写真が作り物だって見抜いてるかと思ったんだけど、本当にわからなかったの？まさかだよね。ああ、この詐欺師め、俺の大王オニカブトムシを返せ。